こんにちは。うん。書き込みがこんなに。これ昨日みんなが考えてくれたありそうな質問。なるほど、それの回答を考えてるのね。うん、予行練習しておかないと不安で。でもあんまり長々とした答えとか曖昧な言い方だと伝わらないよな。ジュリちゃんがいつも教えてくれるのすっごくわかりやすいなって思ってて、だから私といる時と一緒できっと大丈夫です。あ、いつも通りでいいのかな。そっか、じゃあみんなに話すように子供たちに。小さい時のみんな会ってみたいな。あら、休憩終わりね。ジュリー、行けそう？うん、もちろん。アイドルはレッスンも大事だしな。みんなに付き合ってもらって質疑応答とかも練習したけどさ、アイドルについて私がちゃんと答えられるのかって思うよ。うん、ありがとな、プロデューサー。応援してくれるプロデューサーとホークラのみんなのためにも精一杯やってくる。言ってもらえるの嬉しい。ありがとな。アイドルになるにはどうしたらいいんだろうって最初から思ってて、それは今もなんだけど、でも今の私をかっこいいって言ってくれるならそれはホークラのみんなのおかげだと思う。みんなといると肩の力がいい感じに抜けて、私は私でいいんだなって思えるから。これ、使われたのか。これは、やばい。ジュリちゃん？みんなで見るもんじゃねえな。今更だけど。ごめん。でも、すごく見どころだと思う。質問してくれた子に真摯に向き合ってて。真面目に見られると余計恥ずかしいだろ。それは難しいわね。本当に素敵な話だったもの。はい、ジュリちゃんはすごくてかっこいいです。はい、綺麗になりました。はい、それ私が拭くわね。しまいます。
ああ、みんないると片付けも早いな。ふふ。じゃあカホは私たちが送ってくるわね。うん、遅いのにみんな来てくれてありがとな。ジリちゃんのかっこいいところ皆さんと見れてよかったですね。これからもよろしくな。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、着いた。プロデューサーさん、ありがとうございました。はい、とても良い風。さあみんな屈伸しましょう。1212 1212 1212。プロデューサーもどう？はい、軽くジャンプして。オッケー。足踏みして。はーい。ドライブの時は足が重たくなるから、こうして動かしておかないとね。それじゃあ次は水分補給しましょうか。はーい。この辺からは雑貨系だね。はっ、キーホルダーとかぬいぐるみがいっぱい。へー。あ、これ有名なアニメのやつだよな。ここが舞台とか？どうだろう。あ、でも名物も一緒についてるし、ご当地限定のやつなんじゃないかな。そうなのか。あ、見て、ソフトクリームのキャラがいる。高原って感じだな。二人はこういうの買ったりする？いや、もらうことはあっても自分ではあんまりないかも。私は時々好きなのだったら買います。私も可愛いと買っちゃうんだけど、でも今日は我慢かな。お菓子を充実させたい。なんかお目当てのがあるのか？そうじゃないんだけど、家族がお土産楽しみにしてて、いっぱい買いたいんだ。私もお家にお土産買いたいです。そっか、あ、じゃあ二人で行ってこいよ。私は適当に見てるから。本当？じゃあお言葉に甘えて行こっか、カホ。はい。いろいろあるんだな。お、これ。何飲んでるんだ？フルーツティーよ。甘くて美味しいの。いいな。私もなんか飲むか。あら、みんなお土産を見てたのね。何を買ったの？お母さんたちにクッキーを買いました。私もクッキーとチーズケーキ。ここの牛乳使ってるんだって。へえ、いいじゃない。ジュリさんは？私はこれ、キーホルダーだ。ああ、なんか二人の話聞いてたらいいなって思って。はあ。
ここのご当地キャラクターなのね。あら、この子は柴犬ね。なんだか豆丸さんに。はい、似てます。だろ、私もそう思ってさ。カホの分も買ってきた。プレゼントだ。ああ、もちろん。ありがとうございます。よかったね、カホ。はい。ジュリちゃんとお揃い。帰ったら豆丸に自慢します。素敵じゃない。今日のいい思い出になりそうだろ。